おお、温泉とな。そいつはありがたい。なあ、姫様。少し元気出たね。そりゃ女の子だもん。お風呂入ってさっぱりしたいよね。ところで質問なのだが、宗茂殿、良いかな。何か。その温泉なのだが、混浴かな。混浴だ。男女に分かれてはおらぬが、しかし別々に入るに決まっておろう。姫一人では物騒だし、寂しいかな、なんてね。何を申しておる。やっぱダメ。ダメに決まっておる。もし警護が必要であれば、拙者が姫と入る。それは良い考えだが、どうであろう。拙者は髪も長く、中性的と言われることもある。拙者の方が姫は緊張しなくていいのでは。だったら僕の方が少年だし、お姉ちゃんも気にならないと思うよね。混浴。皆の衆、よくよく考えてみろ。拙僧は俗世間を捨て仏門に入った身。なれば姫も安心して。安心して。着物をこうパサーッと。何がパサーッとだよ、このエロ坊主。何がエロ坊主じゃ。そう愚弄するとあんた地獄に落ちるわよ。どっちが地獄に落ちるんだか。混浴。それはそうでござるな。宗茂殿、少々がっかりしたようにお見受けする。うん、昔は姫の方から積極的に、宗茂、風呂に入ろう、風呂に入ろうと申されてな。ほう。当時の姫のお尻はちっちゃくて白くて、こうプリプリしておったな。ほほ。象の形をした蒙古斑があってな、二人で象さん、象さんと。ならば今夜は拙僧と共に当時を忍んで風呂でやりますかな。象さん、象さんと。うん、大いにやりますかな。他愛もないもの見たいですかな、拙者の象さん。うん、まあまたの機会もあろう。ジン、混浴じゃなくてがっかりした？なんだよ、別にそんなの関係ねえよ。大丈夫、僕が一緒に入ってあげるからさ。何が大丈夫なんだよ。わけわからねえこと言うなよ。ふん、のんきなものだな。なんだよ、お前も話に加わればいいだろう。しかめっ面ばっかりしてねえで。お主たちのくだらぬ話に付き合ってはおれぬ。くだらない話してる人はこの人です。なんで拙僧を指す。ふざけて死んだ者もおる。お主たちが死ねば拙者の獲物が増えるだけ。大いに結構。むしろてめえ、その先は仏になった後に聞いてやる。抜け一等祭。面白い。やめるか、二人とも。
みんな、どうやら温泉に着いたみたいだよ。こんな山奥に立派な温泉だね。確かに日頃の行いが良いと思わぬところで得をする。これも御仏のお導きじゃ。モンモンが言うと説得力ねえな。罰当たり。節操が言わなくて誰が言う。ところでさ、なんでこんなにいい温泉が使われなくなっちゃったの。戦国時代には刀傷に効能があると重宝がられたそうだが、この太平の世ではな。しかもここまで険しい獣道ではな。確かに。しかしよくこんな人を。拙者温泉に目がない。実は北浜城にも温泉が出たと聞き、うっかり誘い込まれた次第。いや、面目ない。あの時乙女。姫、拙者をかばいなされるか。昔の姫なら鞭打ちは必至。人は見かけによらねえな。気が合いそうだ。本当ね。キャッ、素敵。何？ M か XL。 袋サイズかよ。初めて良いツッコミを見せたな。少しは慣れてきたのではないかな。どうだな、ここはお笑いの学校が。家臣をかばうなど前の姫からは想像できず、嬉しさのあまりつい大げさに言ってしまった。どうか失礼をお許しくだされ。そんなことより早くお風呂に入ろうよ。そうだそうだ、早速湯治と参るか。よいしょっと。おい、お主たち、姫の前で脱いだら即切る。ダメ？やっぱりダメ？そりゃそうさ、僕みたいに裏若き男子なら。ちょっと冗談、冗談だってば。で、チンポ、何脱ぎ終わってんの？え？こら！油断も隙もあったもんじゃ。せめて前は隠されよ。はい。拙者は入らぬ。貴様らと慣れ合っていられるか。そう突っ張るな一等歳。たまには温泉でコミュニケーション。それとも入れぬ理由があるのかな。人を修学旅行の男子のように。あまりびっくりさせたくないのでな。びっくりってどっちで。え、どっちで。詰まった方じゃねえのか。どうかな。なんだよその余裕の笑みは。っていうか今俺の見て笑ったか。笑ったのかこの野郎。これじんよさぬか。というかお主ら、前前。ほっといてさっさと入るか。うん、そうだね。これってありえない。ねえねえみんな、集合集合。お、なんだみんな集まってきよって。
なんだ、なんだ、どうかしたか。何をそんなに笑っておるんだ。どうしてこうなるのだ。たまにはのんびりと湯に浸かるのもよかろう。目くじら立てず、まあ付き合え。ふん、お主と慣れ合っていられるか。もう出る。何が怖い。何、人に慣れて気が緩むのが恐ろしいか。一等祭知ったような。くだらん。何を恐れるというのか。司祭いとわぬ拙者が。そうだな、失言した。それより一つ気になることがある。質問していいか。なんだ。風呂でも眼鏡は取らぬのか。それともその眼鏡は風呂でも曇らぬ眼鏡か。どこのメーカーだ。むむむ、やつぎばやに苦労する気か。うん、どうした。私の顔に何かついているのか。あ、いや、何でもない。おかしなやつだ。もうのぼせたのか。あ、ああ。ここの湯は刀傷に効くそうだ。もう少し使っておけ。それを、お主。
おい、そろそろ出るぜ。いいお風呂だったね、お姉ちゃん。前から気になっていたんだが、お主たち、我が藩の姫に対して少々気安くないか。そう？そうって、宗茂殿にとっては大切な姫君であろうが、我らは浪人、主従関係はないからな。しかしだな、みんな、伏せて。姫、物陰にお逃げくだされ。け、うわ。隙あり、死ね。おみ落ち着いて、ジン。シャーシューヒュー。ジン、早く。こんな人数、僕一人じゃそんなに持たないよ。落ち着けって言ったり、急げって言ったり、どっちだよ。どっちも。もう、気が緩みすぎだよ。僕みたいにちゃちゃっと済ませる癖つけるべきだね。たく、急がせるから左前になっちまったじゃねえか。こんな時にどっちだっていいじゃない。よくねえよ、縁起が悪いって死んだばあちゃんに言われてんだよ。やり直しただよ、もう。無様な、死ぬがいい。生かすか。遅くなった。髪がうまくまとまらなくてな。ようちゃん、待った？もう安心したまえ。さあ、忍びの収容、節操がお相手いたす。では、我が太刀さばき、お目にかけよ。拙者の獲物も取っておけよ。奇襲は失敗か。危ないところだった。でも、思ったよりあっさり逃げてったね。どうも直接姫を狙ったわけではないようだな。将を引とすればまず馬を言おう。狙われたのは…え？何？俺？ジンがもたもた着替えてるからだよ。なこと言ってもよ。姫だけ守っていればよいと思ったが、うかうかしておれんの。ふん、面白い。それも一興だ。見張りをしっかり立て、固まって休むしかあるまい。ふん。戦力を断つのが敵の狙いなれば当然。おお、全然平気。今度あの連中が来たらギタンギタンにしてやるぜ。次は足手まといにならないでよね、ジン。なんだよ、偉そうに。ありがとな。なんかこう、風呂上がりの女の子の匂いってポワーンとしてていいもんだな。これ、鼻の下がデレデレに伸びきっておるぞ。あ、僕も帯が取れちゃった。おお、気がつけば拙者も。これはどうしたことか。
拙僧の帯も外れておる。我やめぬか。お主たちの魂胆は見え見えだ。くそ、なかなか解けぬな。お主までもか、一等さん。何がおかしい。どうしました、姫君。無理もないこと。少しお話でもして気を紛らわせますか。いいも何もあなたのために雇われたボディーガードですから。当然では、何の話にしましょうか、姫君。え、私の…いや、ここはあくまでもレディーファーストで。そうだな。では、好きな異世界は？異性のパーツ。そうそう、異性の好きなパーツを教えてもらおうかな。なるほど、腕か。特に二の腕が好きな女性は多いようですね。たくましい腕で抱きしめられたいと。これは見事にうろたえましたね。しかし、そうまでうろたえられるとこちらもからかいがいがあるというもの。もし眠れないのなら、私の腕を枕代わりに使いますか。隣で眠くなるまで星の話を聞かせてあげましょう。姫君は純情なんですね。これは失礼。しかし、姫はどことなく私の母に似ているのかもしれぬな。いや、これは失礼。姫と母を比べるなど、お許しください。膨れた仕草がどことなく似ていると思ったのです。私ではありませんよ、亡き父が。いや、父は私が子供の頃に他界しました。ずいぶん昔の記憶です。気になさらないでください。では腕枕は。星の話はどうしますか。
一人で寝られてしまうとは残念。とはいえ明日も大変な一日になるだろう。十分な睡眠をお取りください、姫君。おやすみ。